全然引っ掛けないと、ね、ん、ああ本当だ、そういう条件が悪い意味で揃ってる気がする、うん、の時とかは、あの神社の手前にこんな大きい椎の木があるの。あ、じゃあ、あの鳥居が新しくなってるのもその影響なの？そうそうそう、あ、はい、どうもどうも、 MS レッドカーペット水木です。佐藤です。本日は、はい、千葉県にある犬鳴神社にやってきました。イエッ、はい、はい、ここはですね、だいぶ自然に囲まれた高い高台にある神社で、ここで言われている噂としては夜に行くと男の人のうなり声が聞こえるとか、うん、あとはどこからともなく犬の遠吠えが聞こえるとか、うん、で一番大きな噂としては昔藁人形が撃たれてるのを目撃されているという感じですね。で地元の人からすると肝試しスポットになってると、うん、いう場所になっております。はい、はいはい、もう藁人形ってことは何、なんかこう呪い的なあれなのかな。そうですよね、うん、まあ、中見させてもらいつつ、うん、まあ、なんでそんな感じになってるのかみたいのは少し見えてくればいいかなって感じですかね。 あとはいつも通り、噂について周りの人に聞いていきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。じゃあそんな感じで、はい、千葉県にある犬鳴神社行ってみよう。 GO! 桜が綺麗ね。でももうちょっと緑が入ってきてですね。確かに私は花見できないのに、うん、あれじゃない、めっちゃ鳥綺麗じゃない。めちゃめちゃ綺麗だね。あ、本当だ。ここに木が全部あってこう夏とかで入ってたら結構威圧感はあるかも。切り立てでもね、1年ぐらいは経ってる、うん、なるほどね。ちょっと視野広くしてってんだ。じゃあ、ただでさえ新しいけど、この水たまるここすら綺麗だから、もう1年経ってないとか、本当最近長くても1年だ、めちゃくちゃ新しい。すげえ綺麗だもんね。令和2年4月だから、本当1年経ってないぐらいだ。うん、経ってないぐらい。11ヶ月とか。切ってるし、折れてる感じにもなってるんだね。確かに。鳥居があった跡がある。本当だね、本当だね。柱の跡があるから、ある、うん、これだと思う。あ、本当だね、一番上の部分だ。あ、うん、なるほど。でこの頭の釘は多分瓦があったんだろうね。でここはあの鳥居から結構ブワーってもうちょい行って、うん、なんか山の高台にある神社で山王様って言って、うん、大山釘の御事っていう神様なんだけど、うん、地主の神様、山の神様、なんかすごいね、地主の神様って。山王日吉神社だったかな、そこの神社で勘定されて、うん、まあ、そこから分けられた神様。そうなんだ。確か山道長いね。長いね、だいぶ長い。すげえ見えてきた。本当だ。さらに高いところにあるな。すごいね。見て。すごい。高いところにあるな。これすご。これ土砂崩れかな。そうだね。
めちゃめちゃ高い。ここの景色でここがいかに周りが自然かっていうのが分かる。そうだね。そして高い場所にあるってのも分かる。分かる。ちゃんと本殿にはダメージなかったね。こういう震災とかでも神社とかお寺とかって、うん、あの周りがすごい受けてるのにそこだけ受けないとかあるもん、ね、ああすごいね、でも景色、うん、ね、素晴らしいね、いい感じ、本当に素晴らない。ああ確かに確かに、すごい感じ、40センチぐらい。うん。でも両方ともなんか口閉じてんだね。閉じてる？よね。閉じてますね。本当だ。うん。狛犬とかってあの、うん、イメージ的にはあうんでこう口閉じてるのと口開いてるのって多分あると思うんですけど、うんうんうん、全然両方とも開いてる狛犬もいるし。あ、そうなんだ。そう。必ず絶対片方が開いてるってわけじゃないです。なんかそういうペアなのかと思ってた。こっち子供いない？ちっちゃいのが。ちっちゃいのあるね。あ、いますね。本当だ。かわいいのが。結構よく見ると、うん、子供持ちの狛犬結構いますよ。片方が子供がいたら片方にマリ持ってたりするんで。かっこいいね。さっき言ってたやつ。三王様、うん、山の神様、うん、地主の神様、あと豊作とかそっちの意味もある、うん、力ご利益がある。さすが、ね、さすが山の神。こんな山の奥のこれかなり珍しい場所だと思いますよ、うんうんうん、中見させてもらう、うん、すげえ立派だよ。お供え物もまだまだちゃんとあるし、あるとか結構広いね、うん、なんかそっちのまあそれはあれだけど右側に、うん、掃除用具とかたくさん綺麗に並べられてる、じゃあだいぶ管理されてるのね、うん、この天井直してほしい。そうだね、そこだけね、俺一瞬綺麗だから新しいのかなと思ったらそこだけ、うん、めちゃくちゃプリントだね、うん、このぐらいだったらすぐやってあげるけど、うん、本当だね半日でやるんだけど、うん、ちょっと回らせてもらおうか、まあ、うん、ちょっとなんかさい銭箱だ。こっちもあるんだ。あ、書いてある。薄く書いてある。読めないわ。あ、え？八幡神社って書いてある。あ、これと。八幡大神宮って書いてあるんだな。八幡って入ってるね。大神まではなんとなく分かるね。うん。じゃ一応文社なんだね、これね。うん。珍しくない？確かに。じゃあこれ自体がそういう意味合いで。あ、うん、なるほどね。泥棒様へ神様を見ています。あ、これなんか乗ってた、うん、ほんこれあれだよ。でもあのかなり離れてさ、ポツンとあるわけじゃん、うん、お賽銭なんか簡単ですよ。あ、確かにモリモリしてるんだもんね、うん、変な意味じゃなく普通にあったんだと思う、それはそうだね、単純に普通にこの見て、あ、この曲がり方はこじゃぎょん何回かやられてるよ、うん、
そうだね、普通に使っててこうは曲がらないもんね、うん、ここだけ新しいの板金入ってる、ね、うん、こっちも貼ってあるで、波取ったん入れたみたいな感じだ。これ新しいの、サトロくんの得意な、うん、プリントね。サトロくんだって1日で貼りますもん全部貼ってある、貼ってある、なんであそこ、すげえ気になるあれなあそこちゃんと切ってあげてこれなちゃんと収めなかったんだね。まあいいかこれで。まあいいかこれででやっちゃったねあれね。加工して持ってきた時に寸法間違えてもういいやって、うん、もうちょっと切るのだるいなっつって、うん。だったらちょっと下げればいいのに。せめて、うん、下げて上で合わせたらね。うん、あんまディスんなディスんな。気にならない。いや確か確か。気になっちゃうね。こっちのね木の感じのこの感じもかっこいいけどね。すごいね。すごい。これすごいわ。あれってさ、昔の字とか右が山、絶対そうだ、右が山だね、右読みだから、うん、三の宮からね、うん、なんかいいね、あそこの扉の右上に万字マークがある、うん、ほんとだ、あとはここの、あれだね、その一番の物理的な噂、わら人形が本当にあったのかってことですよ、ね、あそういうのをここの神社のことを知ってたら撃つような場所じゃない気がする、うん、確かに、うん、ちょっと詳しくないけど、うん、あれをどういう場所に使ったかな、なんかあれに意味があるとかじゃないんだ、あれ自体に、まあ、多分そうですよね、でも場所を選ばないかな、俺あの勝手なイメージなんだけどさ、あの御神木とかになんか打ち込みそうじゃない、一番パワーのある御神木に打ってたみたいな話あったかもしれない、あ、マジで、ご神木だとしたらこれじゃない？あ、これ一番でかいね、確かに、うん、そうだね、一番でかい、一番でかいわ、並びで並びダウトのでかい、うん、でかい、さすがにないけど、わざわざこの神社選ぶかな、ね、唯一あのここを選んでしまった、もし本当でここを選んでしまったっていうのは、うん、その打ってる時に人に見られちゃいけないから、うん、人には見られづらい場所っていう、こそこぐらいじゃない、ああ選んだ理由としてね、そう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 、人目にはつかないですね、そうだね、気になるなちょっと広めにしてこの折ってんだからね、ちょっと押しながら入れればいいの、うん、まあでも多分あれだろうね、ここも塗装してこれも貼るっていう仕事内容だったらもうちょっと攻めれたけど、うん、これを傷つけちゃいけない上で貼らなきゃいけないからちょっと綺麗に貼ったみたいな感じ、うん、こうグッグッとできなかったって感じ、いや、気にしすぎだから、こっちも漫字だ、ほんとだ、素晴らしい建物ですね、落ちちゃってる、こっち側の方がやられるんだ、太陽は正面なのにこっちの方がやられるんだ、すごいっすよね、渡り廊下もあるしさ、ね、ちょっとしたなんかこういう儀式みたいなのができる気がする、うん、すごいね、あ、瓦が下にめっちゃ入ってるちょうどこの覗けるぐらいのこの、ね、何これこれあれなんじゃない、銅変えたんじゃない、銅に、ああ上ね、向こう河原でこっちどう、なんか変だなと思って、うんうん、本当だね、ちょうどその河原の量がこの上ぐらいで、うん、浴槽そこまでだもんね、うん、吹いてない、うん、全然だね、全然吹いてない、すごいね、じゃああの上の方とかどうであれ作ってんの、めっちゃ高いんじゃない、胸のところね、うん、あれすげえわ、ごついもんね、大きいよね、多分大きい
だからか、なんでこっちの河原とこっちとここのや、ここも違うんだろうと思ってたの。うん、そういうことか。あ、でもなんか環境を見るとやっぱりこう孤立してる感というか、うん、多分部落の人はめちゃくちゃ大事にしてるけど、うん、旗から来たら孤立してる感があって子供たちの遊び場にはなりやすい気もするし、実はよく見ると綺麗なんだけど、うん、注意されることもないし、うるさくしてもそこまで人に言われないし、うん、っていうか、そういう条件が悪い意味で揃ってる気がする、うん、あとはここの一番の噂の藁人形の話がとか、うん、そこはちょっと聞いた。誰かを恨むためにやるような神社じゃないから、うんうんうん、まあ、そんな神社ないと思うんですけど、なんか全然まるで不釣り合いというか、うん、間違ってる気がする。ちょっと一回ここで失礼します。失礼しました。怖い、ね、確かに確かに物理的な意味でね、物理的な意味で怖いね。確かにな、これすごいよ。あ、このとか電線引っ掛けてんじゃない。ああ、本当だ。行き気づかなかったっすね。気づかなかった。危ね、危ないね。まあ中はこんな感じでした。はい、はい。なので、この噂について、周りの人に聞いていきたいと思います。はい。少しお聞きしたいことあって、少しだけいいですか。こう噂になっちゃってる場所の本当の話は一番近くに昔から住んでる方が知ってるんじゃないかっていうのをテーマにやっていて、今回来たのがこの犬鳴神社さんが、あのネットにはあの心霊スポットみたいにこういろいろ噂を書かれていて。心霊スポット、私なんかこの辺で生まれてここに住んでるけど、はい、心霊スポットって聞いたことない。そう、もう私も70過ぎてるけど、はい、心霊スポットなんて聞いたことないね。この辺の人からも聞かない。この辺みんなもともと住んでる人だから、そこを囲み合うんですね。もう70、80になる人もおじさんもいるし、だからそういう古いうちに知ってる人、多分聞いてないと思う。あと一個物理的な大きな噂で、なんかあそこに過去、藁人形が打ち付けられてるたみたいな書かれてるんですけど、それあそこに、はい、神社に。ああ、それも藁人形の話も知らないね。何しろ、神社ってみんな山の中じゃない、うちがこんなんなって。でもあの神社も古いから、はいはい、私なんか子供の頃からあそこあるから、小学生ぐらいの時とかは、はい、あの神社の手前にこんな大きい椎の木があるの、はいはい、あるところでみんな夏なんか遊んでた記憶だから、そんなのあんまり聞かないよね。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。すいません、急に声かけてすいません。ちょっとお聞きしたいことあって、はい、あのあそこの犬鳴神社さん、うん、あそこが若い子にあの心霊スポットみたいに。犬の初めて聞いた。ああ、やっぱそうなんですね、うん、昔藁人形が打ち付けられていたことがあるみたいな。ああ、そっか。聞いたことあります。ない。ああ、やっぱそうなんです、ね、夜になると若い子が騒いでるとかそういう話も聞いたことないですか。ないない。うん、結構静かに。静か。へえ、うん、ちょっと毎日通ってくけど、ここ、はい、行ったり来たりやってくけど。へえ、あ、なるほど。あんまり聞いてないね。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。すいません。お父さんがもう知ってる限りでいいので、ちょっとお話聞けないかなと思って。お話だけそこが若い子にネットで心霊スポットみたいに言われ、それないな。あ、ないですか。やっぱりな、藁人形が昔打ち付けられてるのを見たことがあるみたいな。ないな。なんか若い子の間で肝試しに使ってるとか、あそこでなんか騒いでる子たちがいたとか、そういうのもないんですかね。うん、まあ小さい頃はさ、はい、よく遊んでるやつ。ああ、
こういう、まあ肝試しっていうのは、まあ小学生頃やったことはやったよ。あの神社まで行ってくるって。あちょうどやっぱ道長いから。暗くなってくる。でも決してこういう本当にあそこが怖い場所で、うん、そういう噂が絶えないからとかじゃなくて、うん、怖くない怖くない、全然状況的に遊び場所として。あ、なるほどなるほど。だいぶ今なんか伐採されてきて、伐採というのは台風だよ。あ、台風2年前の。あ、そうなんですね。なんか整備し始めてるのかなと思ったんですよ。いやいやいや高いとこにあるな。これすごっ。これ土砂崩れかな。そうだね。あ、このとか電線引っ掛けてるんじゃない？ん？ああ、本当だ。気づかなかったっすね。気づかなかった。あぶん。覗けるぐらいのこの、ね、何これ。これあれなんじゃない？銅変えたんじゃない？銅に。ああ。上ね。向こう河原で、うん、こっち銅なんか変だなと思って。うん。本当だね。ちょうどその河原の量がこの上ぐらいで。うん。あ、行きました。あの、参拝させてもらって、左側がだいぶ土砂崩れになってて、あれ、大雨でね。あ、そうなんですね。あ、じゃあ、あの鳥居が新しくなってるのもその影響なの？そうそうそう。あ、すいません、なんか急に声かけたので、心よく話していただいて。あ、今の、お父さんのその、この会話って、音だけで、番組で使わせてもらうことっていいですか？声だけなんですけど、はい、で、字幕だけでいいですか？ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、急に声かけたのに心よく話していただいて、すいません。お仕事ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、はい、今日も終了しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。結果から言うと、僕らの見解ですけども。ここに関しては本当に根も葉もない噂って感じですかね。うん、なんかそんな感じがすごい伝わったよね。うんうん、たくさんの方にお話を伺わせていただいた中で、本当にそこ自体、ここ自体が、心霊スポットっていう風に言われてること自体を本当に近くの方は知らなくて、うん、で今回は40代以上ですよね。だいたいそれぐらいの大人の方にお話を伺わせてもらって、まあ、上はもう本当80とか、うん、本当に長くこの土地に住んでる方にお話を伺わせていただいたんですけど、すごく感じたのはこの噂自体がものすごくまだ若いものなんじゃないかなって思いました。うーん、あとは本当に一つ話で出てたのはやっぱりあそこの作り、僕らも入った時に最初にこのここはそういう噂が立ちやすいような環境下ではあるよなとは感じてたんですよ。それはやっぱり森の中をブワー入っていって、まあ、400メートルとかそれぐらいの長さの、道を進んで中にこうバッといきなり建物があるっていう作りにはなっているので、うん、で僕らが伐採してきれいにしてたのかなって思ってたんですけど、うん、話を伺わしてる中ではっきりしたのはあれは2年前ぐらいの台風で木がかなり折れて見渡しが良くなったらしいんですよね、うん、まさかのだよね、うん、まあ、自然によるものだったみたいで、うん、それがある前はもっと木がそれぞれ高くて、うん、かなりこう囲われた状態に一本だけ道が長くあって奥に建物っていうこの環境が夜になると、うんうん、お前ちょっと勇気出して一人で行ってみるよみたいなのは本当に遊び程度にやったことあるけど別に幽霊がどうこうとか、うん、そういうようなところまでの話にはなってなかったみたいなので、うん、地元の人ほどそのことを知らなかったっていういつもとちょっと逆な感じだったんで、それを踏まえて考えると、結局やっぱり噂自体がまだまだ若くて、うん、本当に僕ら世代、僕らよりもっと若い世代が言い始めて、なんかそういうふうに、ちょっとずつ本当なんじゃみたいな感じで肉付けされてったような環境なのかなっていうふうに僕らは思いましたね。うんうん、本当ね、珍しいよね。なんか、大体いろんなスポット行って聞いても、あ、なんか聞いたことあるねっていう声は結構あるのに、うんうんうん、今回は、全くだったもんね。全くでした。うん、笑ってました。うん、で、みたいなね。そうそうそう。で、一番近くに住んでる方とか、うんうん、そこを毎日訪れてる方の話だと、うん、そもそも夜うるさいとか、そういうこともそんなに感じてない。うん、静かだよって言ってた。でも、そう考えると、僕らが最初に行った時に、なんでこの神社で、この神様の場所で、わら人形とか、うんうん、なんか矛盾なとこあったじゃないですか。ずっと言ってたもんね。そうそうそう。うん、なんか、
そういう場所じゃないのにわざわざここでとか、そう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 、なんかね言ってたもんね。だから本当になんか筋通んない噂だなっていうのはもともと感じてたから、うんうん、聞き込みをすることによって、あ、やっぱそうなんだなっていう、うん、逆に納得できたというか、うん、いうのはちょっとありましたね、うん、まあね、3人でちょっと話した時も、自然災害で森がちょっとこう明るく風で通しが良くなったっていうのも、実はその、まあ、山の神様だから、うん、そういうのを感じて綺麗にしたんじゃないのみたいなのは確かに、あ、それあるかもなっていう、うん、それ本当ありそう、うん、ありそうだよね、うん、ちょっとここ暗くてそういう噂も立ち始めたから明るくしようみたいな、うんうん、本当にね、不思議と他のところもう、まあ、確かに倒れてるんだけど、異様に本当神社周りのこの木、こう囲われてた木が綺麗にボコボコって折れてて、ね、うん、それが自然のものとは、まうん、僕らは思わなかったから、うん、なんか整備 し始めたんだって思ったぐらいが、そう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 、実は自然とああなった状態になったっていうのが、うん、やっぱなんか関係はありそうだよね、うん、そういう神様が自然の力を使って綺麗にしたんじゃないかなっていう感じはすごい正直しますよね、うん、手前の方でよく子供たちは遊んでたって言ってたもんね。あ、そう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 、うん、あとあの動画にはちょっとあの声取れなかったんですけど、お話を伺わせていただいた中に、あの鳥を作った方ともお話実は伺っていて、うんうん、11ヶ月ぐらい前にね、あの、うん、あそこの前の手前のところに鳥を僕が作ったよっていう方とたまたま出会えて、うん、でやっぱりあの真ん中の部分にもともと鳥居があって、あの周りの木が折れたりとか、あの辺が台風の時にその鳥居はやっぱり倒れちゃったみたいで、うん、で鳥居が本当にない時間帯がまあ1年ぐらいあって、11ヶ月前にあの正面のあの石の鳥居を改めて作ったっていう時系列があるみたいです、うん、だからただあの真ん中に昔からあった赤い鳥居っていうのは改めて作る予定は今はない、うん、とりあえずあの一番正面の石の鳥居をくぐって本土に向かうっていう感じで今はよなってるらしいです、うん、そこもちゃんと聞けました、ね、ちゃんと聞けたね、うん、なんかね、一見いろんなのを調べたらさ、なんかやっぱ鳥居がない神社みたいな扱われとかもしてたのとかもあったから、うんうん、そういったタイミングがこう重なって、そう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 、そういう風に言われちゃってたんだなっていうのはね、なんか身に染みて分かったというか、うん、なるほどなみたいな、うん、でその背景にはやっぱその台風っていうのがあって、うん、ただない期間はまあ約1年って感じなんで、うん、まあ、そこまで不思議じゃないなっていう感じですかね、うんうん、だから、うん、本当に何もない場所だと思いますよ、うん、何もない場所ね、うん、むしろそこでさえ分かっていって昼間にちゃんと心得ていけばめちゃくちゃいい場所だと思います、ね、めちゃくちゃいい場所だと思う、うん、感じですかね、うん、はい、これでいいと思います。僕らはもうこれが一番僕らの中ではしっくりした感じだったので、うん、納得したよね。納得しました、うん、はい、矛盾も全部解決されて一番す、まあ、こう筋が通ったというか、うんうん、感じはしましたね。収まった気がする、うん、って感じでした。はい、はい、今日も動画見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひぜひ次の動画もよろしくお願いします。よろしくお願いします。コメントとグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。お願いします。じゃあそんな感じで、はい、じゃあね。シルバーニナ、バーニナ、あの夕日みたく燃やしたい、でもまだ遠いみたい。